ははい皆さんこんばんこば安田真由美です、えー、と今日はですね、えー、と気になるニュースがいくつかあったので、えー、まとめてお話ししようかなと思ってます。これはの毎日新聞の、えー、と今の、うんとまあ、紙面っていうかなというか、まあ、ネット上のね、えー、ものですがこらちょっといくと上の方のニュース全部ちょっと関係あるかなと思うんですが一、まあ、つ目がですね、えー、この電力の 不正の問題なんか頭下げてますねおじさんがねもうこれ日本のなんていうか伝統行事みたいというかあ,あニュースだなぁみたいな感じがするくらいのですね、えー、まあ、やってるふり謝ってるふり感のある記事でございますでそれからえっ、ー、とこちらはですね中路が進める、えー、肥料人質外交日本は何をすべきか週刊エコノミストオンラインからという記事 これ結構深刻な問題ですそれから、えー、LGBT 法案議論するほど「点点点 G7 メンツと保守派配慮で先祖返り」という、まあ、最低な記事が出ておりましたがそして、えー、岸田外相林外相岸田首相表紙の「米紙タイムに申し入れ」「表紙と中身に返り」という記事が出ております。 でこれらをですねなんかあの、まあ、バラバラのニュースですけれどもあれといろいろ世界がいろいろ動いてるなっていう感じがするんですね。でその何がどういうふうにつな、えー、がって理解できるのかっていう問題を、えー、お話ししようと思っております。でこれはですね例によってこの清水優子作成のですね「ぐるぐる回りんざら図」これの話ですね。えー、こうやって えとまあ、原因と結果がこうぐるぐる回るような回帰的世界曼荼羅的世界というものをですね私たちは生きているわけです。でこれらのですねバラバラに見えるニュースもやはりこの回帰的世界の中のさまざまな出来事なんですね。でこういうふうに物事をつなげて考えないでこうなんかこうバラバラにですねしてしまうと世界はですねもう訳分かんなくなりますよということを日々お話ししておりますね。で えっとそのまあなんていうかねあの、まあ、根源にあるのがですねこちらですね、えー「複雑さを生きる」私のです、ね「複雑さを生きる」っていう本の、えー、118ページだったかな出ているグレゴリー・ベイトスンっていう学者のですね言葉を、えー、最近しつこく引用しておりますが、まあ、今日もこれの関連でお話ししようと思うんですが、えー、ちなみにこの「複雑さを生きる、えー」今3万5千円かな。でえー 下の方にですね、あの清水さんの,あのひとつき万冊のホームページから購入できるわけですがえ第2バージョンのですねえ、これと本とそれからその動画がついて解説動画がついてるわけですが今ですねバージョン2の動画これはバージョン1の方は清水さんと私でお話ししてるんですけどもバージョン2は私1人で説明するしかもですねかなり詳しく突っ込んでお話ししている動画を撮っております。で これを今お買い上げいただければですね、えー、バージョン2のご案内がいきますでそれで皆さん先行してですね、えー、そのその後の価格より安くお買い上げいただけるということで、えー、この経済学の船出とですね両方セットでお買い上げになったりあるいは、ね、フルセットとかお買い上げになった方も当然ご案内いきますので。えーえー まあそれで今あのこの「ぜひ複雑さを生きる」ようですね今読んでほしいなと思っています。でえその一つの核になってるのがこの「怪奇的世界」「マンダラ的世界」「このように世界がなってるんだよ」という話ですね。でベイトソンのこのえと文章をですねえまた念のためにサクッとですね読んでおきたいんですが。 意識に届くものがもっぱら目的に従って決定されるとした場合事故と世界のサイバネティックな姿が意識のスクリーンに映し出される可能性は極めて低いこれ事故と世界のサイバネティックな姿っていうのがまあ、えー、これなわけですよね世界はこんなふうになっていて、まあ、ここが事故だとしましょう <laughs> 事故という回,回路それがですねさまざまな世界のさまざまな回路とですね相互作用しているんだよねっていうことを この,、まあ、こ,の,こ,のこれが事故だとしましょうよ。うん、ちょっとまけこういうふうに事故が、まあ、この辺が事故だとしたらこも外界が外界は外界でまたそれぞれぐるぐる回ってそのぐるぐる回りの中の一部として自分があるんだよっていうのが、えーそのえー、サイバネティックな像、ね、なわけですよね。でこれはでも目的に縛られて例えばだからまあこういうふうに。 えー、お金がない、えー、まあこ,れこういう目的つまり、まあ、これこっちにしようかなうんどうしても食べちゃう暴飲暴食どうしても食べちゃうカロリー過多で、えー、と肥満になる太るっていう問題をですね、えー、なんとかしたいと思ってですね、えー、じゃあ,あの痩せたいっていうふうに考えてですね うん、痩せたいこれを太るっていうやつを痩せたいと思ってじゃあそのためにお腹いっぱい食べなければいいそのためには暴飲暴食をやめたらいいみたいなことが、ね、これねこうこういうのにとらわれると,、えー、とこういう世界が見えなくなるよっていうことをこの最初の文で言ってるわけです、えー。というのも目的に導かれた理論は一般にリニアルな形式を取るからだリニアルっていうのは、えー、線形的って私は訳してますが。 非回帰的とも言えるし、まあ、直線的とか訳してもいいかもしれませんがで望むのは D である B は C に通じ C は D に通じる従って B から C へと進めば D を売ることができるというような考え方これはですね、えー、まあリニアルですよね。というふうにしかし精神全体精神っていうのはうんフィードバックの回路のダイナミクス全部精神ってベートさん呼ぶ非常に広い概念なんですけど。 全体の仕組みも外界の出来事も、えー、通常因果の連鎖が循環するリカーシブ回帰的な形式を持つものだ回帰的って私は訳しますが、まあ、循環的とかですね何、えー、ていうのかな、あのー、再帰的はちょっと違う気がするんですよね、えーとまあ、そういうふうな、まあ、こうぐるぐる回りになってるよマンダラ的っていうのがなんかいいかなって気もしますけど。 でえー、そこにリニアルな把握形式を持つ意識が押し当てられた場合データのサンプリングにどのような変更が所中から明らかであるすなわち意識にすき上げられるものが事故や世界のシステムの全マトリックスからではなく全全ママトトリリッッククススままま,あま,あまあこ,うまあ、これを全マトリックスとしましょうよそれではなく、えー、出来事の循環からの一部だけを切り取った個。こ かららのデータに限られていますし例えばですね、えー、とその、えー、このこのこの,この部分だけこの部分だけ取るとかっていうふうになるとこれ個ですよねこの全体のこの対してねこの個の部分を切り離して、えー、と直線に並べてしまえばこういうふうになるわけです。でえー 意識の狭く、えー、狭く鋭い注意が回路全体から、えー、こう切り取ってそれが全てであるかのようにしてしまうのだとこういった目的意識が陥りやすい偏狂な見解を強制することに知,知識の知知恵の知ウィズダムというものの呼ばれるものの本質があると言えるようだという文章ですね、えー、本当に深い簡潔でですね えー、明快な文章だとでもまあ、えー、でもたまたま分かりやすいただ非常に正しいまり初めてですねこの文章を見た時はあの何言ってんのかよく分からんなと思ったんですけどまあいろいろ考えた結果ですねこういうことであると考えれば非常に分かりやすいストレートに書かれた文章です。でこれ全然違う考え方をストレートに書かれた文章ってのは何言ってるか分かんなくなるんですよね。 だけどよくよく考えれば非常によく分かる非常に平面な文章なわけですよ。でそこにですね難しさっていうものの本質があって、まあ、まあまあこの本はですねあの難しい本だとよく言われるんですけど別に難しくはないんですよ。えっとその角度がね見る世界の角度がさっき言ったこのこういう角度から見ているのでそのために、えっと、そのリニアルな世界を生きている人からするとこのリカーシブな世界をストレートに書かれても何言ってるか分かんないわけですね。 それがそのベイトソンのこの文章の分かりやすいかでもさもあるしまたこの本の分かりにくさでもあるのでですからまあこうやって毎日ご説明しているわけです。でまあこのニュースに戻りましょう。えー、まずやっぱり触れたいのはやっぱりこれですよね。その LGBT 法案というまあお笑いですよねもう本当にね。でこのお笑いがですねもうおしゃれにならなくなっております。で、まあ、結局ですね、あのー、最終的にですね G7 に素手では望めないということでしかも、まあ、あの公明党に叱られるというねもいいか減にしろよお前らって公明党にさえ叱られるということになってですねにもかかわらず、えー、その2021年にですね 超和党派議員が臨レベルで取りまとめた法案にあったですね性的指向及び性自認を理由とする差別は許されないという文言を「不当な差別あってはならない」と修正こんなのですね「不当でない差別とかあんのかよバカ」というふうにですね多くの人が怒ってますね。えー、でこう意味のない「不当な」っていうのをつけることによってですね何か納得してる気がするわけですけどもそれからですね「性自認」をですね性同一性に改めたっていうのもこれ意味分かんないですね。 で政治人をなぜ改めたかここにですねもうこの、えー、解説が書いてて非常にも,もう本当驚くべきことなんですけれども、えー、この差別はまず,まずですね差別は許されないという文言を修正した理由が振るっておりますね、えー、差別を理由とした訴訟が頻発するのでするとの保証の懸念があったっていうんですよ。であのー まあこの専門のです、ね、こ内藤忍さんという方がですねこの訴訟の根拠になるようなものでは何もないんだからこれで訴訟はですね、まあ、起こそうと思えば起こせますよ訴訟なんかいくらでも、えー、どんな難癖つけたってですねどんなへりくつこいだって訴訟は起こせるわけですから訴訟は起こせるかもしれませんけども,、えー、そそれでもその根拠にはなり,なりにくい法律なんだから。 えっと、そのこの法律を根拠に訴訟こその効果はなく、訴訟が増えることは考えられない。つまり、意味のない法律を作っているのに、意味があると言って騒いでいるということになってるわけですね。で、えー、しかもですね、その仮に訴訟が起きたとすれば。えー、その、それによってですね、差別の中身。 心が差別とは何かという司法の解釈が積み重ねられて明確なのでむしろ良いことだっていうのはの裁判ってそういうためにあるんだよねっていう、えー、そのすごいですねその裁判を起こすってのはもう不届きであるとあなた何時代そ近代国家って理分かってるっていう、まあ、そういうレベルの懸念なんですよね。ででまたですねあのー こ,のこれがやっぱすごいなすごいなと思ったんですけどでもこれねえっと、えー、全国組織 LGBT 法連合会の神谷雄一さんかな事務局長は、えー、与野党合意案は一定の評価をしていたが今回の出世案は少し後退した印象だと語り特に気がかりなのが「性自認を性同一性」と書き換えたことだというどちらも英語の「ジェンダー・アイデンティティ」の訳語で「 基本的にお馴染みとされるだが国内で「性自認」という言葉の使用に反対意見が出る場合自分は女だと自称さえすれば男でも女に入れるなどの非現実的な主張と結びついたことが多いともうこれねすごいですよね。っていうこの驚くべきことがですねあたかもですね意味のあるかのようにこう言って回られるっていうこれすごい怖いことですよね。で何が怖いいのかっていうと そのでもまあ妄想ですよ、ねそれね、えー、それで入れるようになるってこの,この、えー、裁判を起こすことすらできないような根拠薄弱な法律ができると私は女だと自称すれば女に入れるようになるっていうふうに、えー、心配してる人がいるっていうんですよね。えー、どこがどうつながってるのか本当はわ,わけわかんないんですけど、えー、そので何を怯えてるのかっていうのがもう本当に不思議なんですが多分だからその全然関係ないことなんですよね。であの まあ、例えばだからその、えー、よく出てくるその女子トイレ問題ってやつですけど、えー、その性別に従って入れその生物学的性別に従って入れっていうようなことをツイッターとかで出してる、えー、不気味な人がいますが、えー、そうすると何が起きるかっていうとですね、えー、トランス男子の方つまりもともとはですね女性というふうに認識されていたけれどもそれが自分では気持ちが悪い耐えられないので。 男性として暮らしている女性はいっぱいいるんですよね。元女性っていうか、トランス男性と言います。でも、見た目は完全に男性ですね。で、あのー、最近ですね、あのー、こういうあのニュースが流れておりまして、あの香港ですよ、中国の一部の香港ですね。えー、香港司法トランス男性らへの手術強制を否定、プライム化神経を擁護する判断、広範な改革の必要性を強調。つまり香港ではね、基本的にその。 そう、えー、手術を強制しないと性別変更できないというのはの違法であるという判断が下されたんですね。えー、これ台湾はすでにそうなってますけども、香港もそれに続いたということになります。中国の一部ですよ。で、えー、でこの方この方のトランス男性なんですね。だから手術しておられない方です。で。 えー、この方がですねその裁判を起こしてトランスジャ男性に対し法的な差別認定の要件として性,性別適用手術の完了かつ政府の方針は香港人権法条例に違反するとの判断を下したというわけですねその理由はですねえー、とそのまあ、このえー、と裁判のですね判決によるとですね、えー 裁判所は世界各地で別の方法が取られていることを示しつまりあの手術の完了が唯一の客観的で検証可能な基準であるという主張はですね知りづけられたわけですが、えー、別のを取られると示しこの主張を知りづけたと裁判所は緊急時に男女別の空間が設けられた場合に混乱が生じかねないとの懸念を現実離れなものだとしましたそして、えー、妊娠するトランスジェンダー男性の存在は上村人の法的なに性別 認定を保留する生徒の根拠ではならない。例外的なシナリオだと述べたわけですね。で、えー、でこういうその義務付けはですね。で、まあ、この裁判所はですね。そのえー。香港政府当局に対してですね。トランスジェンダーの法的な性別認定に関する現行の方針を大幅に見直すべき。 この方針がもたらす社会的利益は多くの点で現実離れしておりあるとしてもかなりささやかなものであるとした上でこの方針があるために上層人のような人々トランスの男性トランスの女性のような人々は、えー、プライバシー権の侵害に日常的にさらされるとか身体的完全性インテグリティの権利を侵害する侵襲的でありながら医学的に不要な手術を受けるかを選択しなければいけず地面に陥ってるというふうに厳しく批判したわけですね。この 写真をご覧いいただいてですねこれだから生物学的にって称しているつまりあの正規にかかる部分の形状ですね。異様にこだわる不気味な人たちの主張に従うですば、ね、この人はあの女子トイレ使えて主張することになるわけですね。で,でこの方がですね女子トイレこういう方々が女子トイレを強制的に使用させられてぞろぞろ入ってきたとしたらですね、えー、トランス男性なんです。 男性でね普通の男性で女子一人に侵入したい人が「いや私トランス男性なんですよ女性なんです本当は」って言った場合にですね防げなくなってしまうわけですね。なのでそのだから果らく逆効果ですそういうそういう不気味なものをですねことをその強制するというのは。でまあそういうことをですねもたもたやってるうちにですねついに出てしまいました。その法整備を え欧米などの中日対しら日本へビデオメッセージ。これはあのその書簡を用意してですね、あの G7 前に何とかしてくれよっていうことを警告しよう、忠告しようというまあ、そういう意味でいうのでその準備されてると囁かれておりましたが、えー、ついにですね、しびれを切らして、えー、ビデオメッセージが公にされてしまったんですね。でそのまあ、その主要7カ国首脳会議の開催とを控える中でですね。 えー、15の在日外国公館がですね、えー、その差別的少数者の差別反対と権利擁護を盛り込んだ法整備を日本製に呼びかけるビデオ整備設を出すというですねこれだからその内政干渉と受け取られないからというのでずっと躊躇して行われなかったのですがつい出てしまいました、えー。さっさとやればよかったものをですね、えー、やらないもんだからですね これも本当にあのちょうどですねあのトルコのエルドアン大統領候補がですね今度は大統領選挙で今劣勢微妙な行きわどいところでちょっと劣勢らしくてですねそれを回復するために、えー、その性的少数者をですねあからさまに攻撃する演説とかを始めてですね非常に品種を買っておりますけれども、えー、まあそれでもしもエルドアンが勝つとですね、えー、まあそのトルコは完全にそっち側に行くわけです。 でそうなってくるとですねあの日本は、うん、ででトルコどっちかって言ったら多分エルダンが負けるんじゃないかと言われてますけどもだも本当国の運命を分ける、えー、それね本当にあんまりやってると、えー、トルコのですね立ち位置はロシアとか中国側なんだっていうことになっちゃうんですよね。まあ、そのぐらいそのえ、えっと、非常に重要な争点、えー、になっております。 なので,えでそこに日本が、ね、G7 の議長をやるというのにこういうビデオメッセージが出てしまったということ自体がです、ね、日本の国益を大きく損ねているというふうなことをえちゃんと認識した方がいいというふうに私は思いますがで、まあ、続いてこの、えー「タイム」の「ベーシー・タイムのです、ね」の記,記事のです、ね「表紙と中身に返り」っていう、まあ、この記事ですよね。 まあこのタイムにですねこういうなんか怖い感じの岸田さんの写真が出てですね日本はその平和主義を捨ててですねその軍事大国に向かう選択したのだみたいな記事が出たというえ大変なニュースでございますがもう沸騰しておりますけれどもでそれにですねえその中身と表紙が違いすぎるじゃないかって抗議したらえその記事が電子版の方ですよと思いますが修正されたりとかしてですね まま、えー、ますすす混乱が拡大しておりチラッとあの私もあの記事見てみたんですけど確かになんか中身のインタビューの雰囲気と、えー、その見出しは乖離してますね確かに変ですねあれね。で,なんでそんなことになったのっていうのはまあ面白いんですけどまあ、えー、釣,り釣り記事ですよねいわゆるねあの表紙と中身違うじゃねえかって思わず買っちゃったよみたいな、まあ、そういう単純にそういう狙いであるのかもしれないんですけど。 でででもその流れからすすするとねね非常に興味深いですよ、ね、つまり日本がですね軍事費大国化してるのが事実ですね軍事費大国軍事が2倍になるっていうねでそれは全部あの国民の税金としてそのうち乗っかってくるわけですがえその軍事費が2倍になってるでもどうでもいい武器をいっぱい買わされるわけですねこれから。 で軍事費を2倍にすれば軍事費軍事費軍事費軍事力が2倍になるって言うんですがもうバリバリの線形思考ですねなわけないですねで軍事力ってのは非常に複雑なものなので,でそのそれをですねお金を2倍にしたらですね2倍になるとかっていうのはもう2時間勉強時間を2倍にすれば成績が2倍アップすると言ってるぐらい馬鹿げたことなのでまあもっと馬鹿げてると思いますけどえその軍事力って非常に複雑なもんですねあのドイツが えー、フランスをですね電撃戦で倒した時と明らかにですねドイツ軍とかフランス軍弱かったんですよ。まあ装備は貧弱だったんですね。だけどその運用の妙とそれからまあ特にまあまあロンメルとか、えー、グーデリアンとかまあとんでもない将軍がいたりとか全然そういう人たちがたまたまですね、えー、その力を発揮できるその戦車軍団というのがですね、えー、そのフランスはいっぱい持ってたから、えー、こう 分散的に使ったんですよドイツは少ししか持ってなかったから集中的に使ったんですねそしたらその集中的に使ったのが大当たりだったんですが。とかいうことでですね、えー、その一概にですねそのこの軍事費を増やしちゃう装備をでしかもですよ軍事費増やして高い武器アメリカがいらやんないようなどうでもいい武器いっぱい買わされるんだったらですね、まあ、そもそも強くなりようがないわけですが、えー、まとにかくもうその,その発想とんでもないですね。 でもそ,のそういうふうに仕向けられることで、えー、日本はですねアメリカにとって都合のいい国に余計になるということなわけですからアメリカとしては非常に大歓迎ですよね。なのでタイムズも、えー、この G7 は前にですね岸田さんを盛り上げてあげましょうみたいなノリになっていたのかもしれません。でかつですねそれ本音は日本を軍事非大国にしたいというアメリカの思いがあり。 でそれで日本のです、ね、いわゆる保守派っていう人たちもですね軍事大国になりたいというその、えー、で軍事大国にはなれなくてもせめて軍事非大国になりたいっていう熱い思いとかですねでそういうのによって乗せられて結局もうそうせざるを得なくなってる中国とのアメリカと中国がですね台湾を統合するぞっていう戦争を仕掛けてもやるだろうっていうので,で核兵器はめちゃめちゃ増やしてるわけですね。だからそういういの下で 日本がそういうふうにするっていうことが抑止力になるんじゃないかみたいなストーリーでですね軍事非大国化させられて私たち重く税金をのしかかるわけですけどもでも別にそれで国防が、えー、できるわけではないです国防ってそんな簡単もんじゃないので。でその むしろそれによってですね日本がその警戒され憲法9条をです、ね、掲げながら「え口先だけなのお前ら」って言われるふうな弱みを背負うっていうことがですねどれだけけけ国防に悪影響であるかととといいいいうことも計算しないといけないわけですよねそういう思考回路がまた欠けているっていうことの表現なんですけどもそれをそのアメリカの記事が出すっていうこと。 でそ,のそれはですね明らかに、えー、そういうふうなことを既成事実質化し,してしまいたいというアメリカの社会的コンテクストの意味は反映してるんだと思うんですけどで,、えー、っとそので国内的にですねそのでもそれはですねこっそりやりたかったわけです。 あの保守派という人たちとか自民党とかねこっそり国民の気が付かない間にこっそりやりたかったのにこんなに出されたらですねバレバレじゃんっていうので抗議してるっていうボードがもう本当にね <laughs> っていうかすごいですよね。全部裏目に出ておりますで、えー、これ本当に厳しい非常に興味深い記事で、えー、といろんな問題がですね日本社会を抱えている問題が一つ表現されていますけども。 今回のこれはですね、まあ、手短に言えば電力会社がですねめちゃくちゃなシステムを構築して、えー、その顧客情報の不正閲覧とかがです、ね、日常的にできるような形になっているみんなねそれもそってでそのそのちゃんとちゃんとしたその競争原理にのっとったその市場規制とかっていうのにね乗っかっているフリーを一生懸命しているだけであってですね え全然真剣にやっでもこれごいうこてるもうこれはもうその「有効な手立てはあるのか」って電力会社の人たちにはすっかり裏切られたと憤るのは電力システム改革にも関わった経産省幹部だ、えー、地域独占の世界に競争電源が導入されたことの意味は全く分かっていない自由競争の中でズルすることへの抵抗感が他の業界より希薄だと呆れるって言ったってさ <laughs> もう本当にね えと本当他人事なんですねすごいですね経産省って。あんたらがあんたらが作り出したシステムでしょってね本当すごいですよねあの、まあ、原子力発電だって、えー、やりたくなかったんだからね電力会社あまりにもだからリスク大きいからさおけずちゃんと国が持ってくれないと無理ですよって言ってこの,、えー、そのリスク大きすぎるから、えー、全然民間では持てませんよってことで、えー、今のシステムを作ってですねでそれでその原子力と向上さえ作ればですね 非常にこの利権をですね構築しやすいように設計しておいてですねでそういうのを押し付けられてるわけですからそうじゃなくても国家システムの重要な一部分なんだっていう認識なんであってでそこにですねその競争原理は導入するけれども経産省は元のままですとかって言ったんじゃあ分かりました。 競争していいるフリをすすればいいんですね分かりましたよく分かりますよ本当に競争してるふりは大事ですねっていう話になってるわけですよだから、えー、とそういうことなので、えー、中身がですね最後に四大話のですねこの「ロシア中国の進める肥料使都自治開口」という記事ですけどこれ見ていただきたいんですけどこれ日本のですね農産、えー 農業物価と農生産資材価格なんですよ。ですごいですねこのね肥料とね飼料値上がり具合を見てくださいドカーンって値上がりしちゃってでこの飼料はね私馬かってるので馬の餌買いに行ってですねもうビビりましたもん。はあっていうぐらい値上がりしててこれちゃんとやっていけるのかなみたいな勢いなので,ですごいんですが。 まああのとにかくその中国ロシアはですね、えー、その世界の再編成構造的再編成のためのパートナーシップを強化していますでそれであのドルに対して人民元決済が結構リアルに進み始めたりしていて、えー、世界構造がですねり変わり始めて明確にその挑戦しているわけですねアメリカを中心としたシステムに対してそのために自分たちが持っているその資源を最大限に活用しようとしてその一つがこの肥料なんですよね肥料生産があの中国とかロシアは非常に強くて それがないとですね、他の国はあのその食料を作れないっていうような構造になっちゃってるわけですよ。でこのですねでまあ私がこの記事でですね一番中国視点というかまあこの記事が面白いなと思ったのが中国とロシアが穀物生産に不可欠な肥料外交外交手段として使い始めた「日本は食料自給率を引き上げる必要がある」っていうオープニングなんですよね。 食料自給率をなんとかしないといけないっていうのは、えー、ともう昔からずっとずっと言ってるし、えー、じゃあなんで日本の食料自給率がそんな低いんですかっていうのはこれはもうアメリカ様のご意向ですよね。えー、お前買えとアメリカの食物を食料買えとでそうしないともうバランスしねえじゃねえかっていうことで。 でも農業いいから日本はっていうご命令に従ってですね食料率が低いわけですよ。でそれをですねその食料率を上げるべきだとかいわゆるアメリカ様がお怒りになるか無理ですよみたいな話なわけですよね。で,、えー、とでこれらをの話がどうしてつながってみるのかまあだからその最初に予言したですねそのこれらがみんなつながってみえますよっていう話をですねしたいわけですけども。あの まあこういう観点で考えたらですねえとそのバラバラですよね今の話はねあのまあ普通に考えればさそのこんなえトランスジェンダーだか LGBT の話とえその何えー、肥料の話とそれから電力の不正の話と。 それからそのタイムズの話とか関係ねえよねってまあ見えますよねこれも全部その目的歴史的なリニアルな認識からすれば。けれどもえっ、ー、とその、まあ、こんんなあ違うすいませんこの観点からすればですね、まあ、なんかいろいろとんちんんなことをおっしゃってるっていうとかろが統,統一されてるわけですよ。やっぱりねその思うのはあのつまり日本がアメリカの属国でアメリカに敗北し占領されるその占領された その占領軍を、ね、日本にそのまま残すために出来上がったのがその、えー、安保条約の第一次の安保条約で,でその安保条約にはですねその日本で、えー、その赤色革命が起きないのを防ぐためにいるんです反乱,反乱をです、ね、防止ためにいるんですってめちゃめちゃなことが書いてあったんですよね旧安保にはね。でそれじゃあ体裁が悪いからっていって、えー、見せかけの,、えー、その軍事同盟 そしてです、ね、新安保ができたんです作ったのは岸信介安倍晋三さんのおじい様でございますけれどもでそれに例えば石橋丹山のようなです、ね、偉大な政治家ですね、そんな欺瞞拡大してどうすんじゃやめとけって言って反対してたんですけどもでそ,のでその日米新安保とですね日本が満州国との間に結んだ日満議定書そっくりです日本とあの文言まで似てるんですね。だから岸信介はその満州国で 活躍ししたた官僚ですすから多分参考にしたと思いますね一番,一,番一番議定書参考にして新安保を作ったんじゃないかって思うんですがつまりだからあれはその占領軍なんですよアメリカにいるアメリカ軍が日本にいるのはだけど占領軍ではないふりをしてあそこにいるわけですねで,、えー、でそれでそのいろんなアメリカ様のご意向の結果日本は食料自給率は非常に低いわけですだから肥料とか飼料の値上がりとかドカーンってものすごい直接やって大変なことになるんですねで えー、でそういう問題をですね日本が自主的に解決することはできないんですよねその今の体制ではねだってそれないんだもんそう,いうそういう主権がねで,でそういうことの結果として軍事費大国化軍事費は2倍になるけど軍事力は強くなりませんという、えー、極めて愚かな政策がですね取られようとしておりますでそれをですねやってるのが岸田首相なわけですねそそれでそのタイムスが記事を出して 岸田さんをよいしつ実化しようと軍事大国化っていうのは軍事本当は軍事非大国なんだけど軍事大国化をですね既成事実質化してしまおうという、まあ、そういうことをの表現だしで日本の保守派とか、ね、自民党はこっそり国民をそっち連れていこうと思ってたのに大っぴらにされちゃったらできなくなるじゃないですかと文句を言っていると。でこの構造はです、ね、その電力が,電力が あ自由化ね自由化は分かりました電力の自由化のふりをすればいいそれは大事ですね電力自由化のふり、うん、やりますよって言って一生懸命やってるからですねとんちんかんなとんでもないことをいっぱいやってのけるというですねその構造でしかもそれはそのアメリカ様のですね、えー、原子力発電所をです、ね、どんどん買わせてアメリカ様からです作らせていただきます。 って,言って、えー、例えば福島第一原発のあるとかウェッシュハウスかとか作ったやつをですね、うん、作った技術者がじゃあその経営者が言ってましたけど日本は日本はとってもいいお客さんでしたと普通はその契約してこれこれでこういうのやりますと言ったら、えー、そのそれすいません費用がかかったんですけどそのも契約は契約だからっちゃんとやってくれないとって言われるけど日本は えー、きちんと説明したらです、ね、こうこうこういうので経費が増えますって言ったらしょうがないでじゃあ立派なものを作ってくださいって言ってちゃんと増やしてくれたんで、ね、とってもやりやすくやりやすくて助かりましたって言って、えー、感謝してましたけども、まあ、そういうとってもいいお客さんなわけですね。なんでそんなにいいお客さんなのかというとそれはもう背後にですねアメリカ様が日本を占領してるからですよね、まあ、そういうところですねその構造の繁栄なんです全ては。でこういういその こういうふうに物事をです、ね、あの考えないと,、えー、と世の中っていうのはですねうまく見えないちゃんと理解できないよねっていうのが、えー、そのこちらのですねグレゴリー・ベイトソンのこの言葉でありそれはですねこの「複雑さを生きる」の中で、まあ、詳しく説明してるわけです。で,、えー、でこの「複雑さを生きる」はですね まあ、ひと一月万冊ですね毎日見てるという方でもですねこのひとつき万冊のホームページは見たことがないかもしれないのでぜひですねこの機会にひとつき万冊のホームページを訪れていただいて、えー、この私とか本間龍さんとか一生さん佐藤明さん平田さんというのが出ておりますがこの安富のところをですね、えー、クリックしていただきますとこうやってこの私のですね、えー、このお姫様の写真が出てまいります。 でそれでそのプロフィールのところにですねの下にこのショップがあって複雑化を生きるを欲しいなという方はぜひですねこちらの複雑化を生きる解説動画約10時間月き3万5千円というものがこちらで購入することができますでさっきも言いましたけれども今はですね第二シリーズの、えー、私一人でですね撮って詳しくお話ししている解説動画を、えー、撮っていますでこれはまあ10時間で済まないかなっていう感じなんですけども、えー、こちらをですね 今すでに買って早くにその発売以前に買っておられる方には、えー、その事前にその第2シリーズをご案内して安く提供するということになっておりますそれはその別にその複雑さを生きるだけ単品で買わなくてもですね他のフルセットとかいっぱいありますのでそういうもので買っていただいてもそれは適用されると清水さんが言ってましたので、えーまあ、例えばだからこのなんだこの。 ストミ経済学の船出との、えー、このフルセットってやつねこ,のこういうこういうものを買っていただいてもですねちゃんとそれはあの適用されますのでどうぞ、えー、ご安心くださいますとそういうわけで、えーまあ、私のですね、まあ、今日もお話ししたみたいにこのニュースをですねバラバラのニュースをつなげて理解したいなとそしてそのリニアルな世界像をですね認識したいなというふうにお考えの方はですねぜひとも、えー、私のですね本を読んで しっかりとですねあの自分自身の,その思考力をですね鍛えていただいて私の研究を人生に生かしていただければなと思っております。